はい、今夜も高須クリニックの動画センター。今日はですね、僕眉間と水で定期的にボトックス打ってるんですけど、ここだいぶ切れてきてしまいましたんで、今日また打とうと思います。まずはですね、麻酔のクリームを塗るんですね。麻酔のクリームを注射する部位に塗りますと、10分ぐらいでだいぶ表面がしびれてきて、注射の針刺してもあんまり痛くなくなります。麻酔のクリーム塗らないのに比べると、塗るとまあだいたい痛みが半分ぐらいになりますので、これを塗りました。10分ぐらい置いてから注射します。鈴木先生にやってもらいます。ではまた後ほど。はい、それではボトックス打ってもらいます。鈴木先生にやってもらいます。はい、まあ、麻酔のクリーム塗ってもう10分ぐらい経ってるので、だいぶ表面がしびれてきて、注射してももうあんまり痛くないと思います。先生、痛くないようにお願いします。はい、信じてますね。わかりました。結構ボトックスはですね、打ち方によって痛かったり痛くなかったりしますね。注射の打ち方は結構テクニックがありますので、もう鈴木先生はもうベテランでたくさん注射してるので信じてます。はい。では、眉間からですね。チクッとします。全然痛くない。もう一回チクッとします。注射したんですか？はい。全然痛くなかったですよ、先生。よかったです。いや、もうびっくりしました。はい、よかったです。では続いて目尻ですね、始めていきます。では少し左側の方に顔を振ってください。はい。痛くないから助かります。はい。ではもうあと半分ですので頑張ってください。はい。ありがとうございました。全然痛くなかったですよ。はい、です。本当にちょっとチクッとしただけでした。はい、はい、お疲れ様でした。先生、上手。ありがとう。麻酔のクリームがちゃんと効いてますね。よかったです。止めます。はい、終わりました。今からちょっと冷やそうと思います。ボトックスは細い針で注射するだけなので、注射した直後はもう冷やして、血が止まってればメイクしたりとか、どっか遊びに行ってもらっても大丈夫ですので、すごく気楽にできる治療です。で、注射して大体3日ぐらい経つとゆっくり効果が出てきて、
表情を作ってもシワがよりにくくなります。で効果は6ヶ月ぐらい続きます。で繰り返し打つことによってだんだん持続効果が長くなってきたりとかすることもあります。はい、以上です。ではまた効果が出てきたら動画撮ってお見せします。さよなら、おやすみなさい。いいよ、消すよ。